イザベラ・バードは、明治維新、間もない、1878年、明治11、6月に来日し、日光、新潟、山形、秋田を経て北海道に渡り、気候分の日本を口気候を表した。日本人に対しては、容姿の貧弱さ、礼儀正しさ、山村の貧困、治安の良さに関する記述が目立つ。イギリスのキリスト教文化からの偏見を見られるが、全体としては、日本人の礼儀正しさと親切心には驚いているようだ。この動画は、この後に書かれた、ほぼ同時期の朝鮮半島を歩いた朝鮮気候と比較し、両国の近代化の歴史を考える上での参考資料とするために、全体から抜粋した、ダイジェスト版としている。いずれ、そのうち、バードが見ただろう、明治初期の生活の写真と、東北地方の美しい風景とともに、バードの旅の詳細も掲載するつもりだ。上陸して、最初に私の受けた印象は、浮浪者が一人もいないことであった。街頭には、小柄で、醜くしなびて、何股で、猫背で、胸はへこみ、貧相だが、優しそうな顔をした連中がいたが、いずれも皆、自分の仕事を持っていた。日本人は、西洋の服装をすると、とても小さく見える。どの服も合わない。日本人の、惨めな体格、凹んだ胸部、ガニ股足という国民的欠陥を一層ひどくさせるだけである。私は、それから、奥地や北海道を、1200マイルにわたって旅をしたが、全く安全で、しかも心配もなかった。世界中で、日本ほど、婦人が、危険にも無作法な目にも合わず、全く安全に旅行できる国はないと、私は信じている。私は、これほど、自分の子供を可愛がる人々を見たことがない。子供を抱いたり、背負ったり、歩く時には手を取り、子供の遊戯をじっと見ていたり、参加したり、いつも、新しい玩具をくれてやり、遠足や祭りに連れて行き、子供がいないといつもつまらなそうである。いくつかの理由から、彼らは、男の子の方を好むが、それと、同じほど女の子も可愛がり、愛していることは確かである。子供たちは、私たちの考えからすれば、あまりにもおとなしく、儀礼的に過ぎるが、その顔つきや振る舞いは、人に大きな好感を抱かせる。そこで、私は、キセゴイという小さな山村で、馬を交代したときは、ほっとした。ここは、大層貧しいところで、惨めな家屋があり、子供たちは、とても汚く、ひどい皮膚病にかかっていた。女たちは顔色も優れず、ひどい労働と焚き火のひどい煙のために顔も歪んで、全く醜くなっていた。その姿は、彫像そのもののように見えた。仕事中は、皆、道着とズボンをつけているが、家にいるときは、短い下スカートをつけているだけである。何人か、立派な家のお母さん方が、この服装だけで少しも恥ずかしいとも思わずに、道路を横切り、他の家を訪問している姿を私は見た。幼い子供たちは、首から、紐でお守り袋をかけた生の裸姿である。彼らの、体や着物、家屋には害虫がたかっている。独立勤勉の人たちに対して汚くてむさ苦しいという言葉を用いて良いものならば、彼らはまさにそれである。
ヨーロッパの多くの国々や我がイギリスでも、地方によっては外国の服装をした女性の一人旅は実際の危害を受けるまではいかなくとも、無礼や侮辱の仕打ちにあったり、お金をゆすり取られるのであるが、ここでは、私は、一度も、失礼な目にあったこともなければ、真に過当な料金を取られた例もない。群衆に取り囲まれても、失礼なことをされることはない。ほんの昨日のことであったが、革帯が一つ紛失していた。もう暗くなっていたが、その孫は、それを探しに一里も戻った。彼に、その骨折り賃として何銭かあげようとしたが、彼は、旅の終わりまで無事届けるのが当然の責任だ、と言って、どうしてもお金を受け取らなかった。日本の大衆は、一般に礼儀正しいのだが、例外の子供が一人いて、私に向かって、中国語の晩期鬼のような外国人という、外国人を侮辱する言葉に似た、日本語の悪口を言った。この子はひどく叱られ、警官がやってきて私に謝罪した。日本人は、子供に対して、全く強い愛情を持っているが、ヨーロッパの子供が、彼らとあまり一緒にいることは良くないことだと思う。彼らは、風味を乱し、嘘をつくことを教えるからだ。家の女たちは、私が暑くて困っているのを見て、うやうやしくうちわを持ってきて、丸一時間も私を仰いでくれた。料金を尋ねると、少しもいらない、と言い、どうしても受け取らなかった。彼らは、今まで外国人を見たこともなく、少しでも、取るようなことがあったら、恥ずべきことだ、と言った。吉田は、豊かに繁栄して見えるが、沼は、貧弱で惨めな姿の部落であった。しかし、山腹を削って作った沼のわずかな田畑も、日当たりの良い、広々とした、米沢平野と同じように、素晴らしく綺麗に整頓してあり、全くよく耕作されており、風土に適した作物を豊富に産出する。これはどこでも同じである。草ぼうぼうの怠け者の畑は、日本には存在しない。おいしいごちそうであることを示すために、音を立てて飲んだり、ごくごくと喉を鳴らしたり、息を吸い込んだりすることは、正しいやり方となっている。作法では、そのようなことをするように厳しく規定してあるが、これは、ヨーロッパ人にとって、まことに気の滅入ることである。私は、もう少しで笑い出すところであった。どこでも、警察は、人々に対して非常に親切である。抵抗するようなことがなければ、警官は、静かに言葉少なく話すか、あるいは、手を振るだけで十分である。警察の話では、港に、22,000人も、よそから来ているという。しかも、祭りに浮かれている32,000の人々に対し、25人の警官で十分であった。私は、そこを、午後3時に去ったが、その時までに、一人も酒に酔ってる者を見なかったし、また、一つも、乱暴な態度や失礼な振る舞いを見なかった。私が、群衆に乱暴に押されることは少しもなかった。どんなに人が混雑しているところでも、彼らは輪を作って、私が息をつける空間を残してくれた。朝の5時までには、豊岡の人は皆集まってきて、私が朝食をとっているとき、私は、
家の外のすべての人々の注目の的となったばかりでなく、土間に立って、はしご段から上を見上げている約40人の人々にじろじろ見られていた。宿の主人が、立ち去ってくれ、と言うと、彼らは言った。こんな素晴らしい見せ物を自分一人占めにしてるのは公平でもないし、隣人らしくもない。私たちは、二度とまた、外国の女を見る機会もなく一生終わるかもしれないから。そこで、彼らは、そのまま居座ることができたのである。私は、どこでも見られる人々の親切さについて話したい。二人の孫は特に親切であった。私が、このような奥地に久しく足止めさせられるのではないかと心配して、なんとか、早く北海道へ渡ろうとしていることを知って、彼らは、全力を挙げて援助してくれた。馬から降りるときには、私を丁寧に持ち上げてくれたり、馬に乗るときは、背中を踏み台にしてくれた。あるいは、両手に、いっぱいのイチゴを持ってきてくれた。それは、嫌な薬の匂いがしたが、せっかくなので食べた。私の宿料は、伊藤の分も入れて1日で3シリングもかからない。どこの宿でも、私が気持ちよく泊まれるようにと、心から願っている。日本人でさえも、大きな街道筋を旅するのに、そこから離れた、小さな粗末な部落にしばしば宿泊したことを考慮すると、宿泊の設備は、飲みと握手を除けば、驚くべきほど優秀であった。世界中どこへ行っても、同じような田舎では、日本の宿屋に比較できるようなものがあるまいと思われる。日本の女性は、自分たちだけの集まりを持っている。そこでは、人の噂話や無駄話が主な話題で、真に東洋的な無作法な言葉が目立つ。多くの点において、特に表面に現れているものにおいては、日本人は英国人よりも大いに優れている。しかし、他の多くの点では、日本人は英国人よりはるかに劣っている。この、丁寧で勤勉で文明化した国民の中に全く溶け込んで生活していると、その風俗習慣を英国民のように何世紀にもわたってキリスト教に培われた国民の風俗習慣と比較してみることは、日本人に対して大いに不当な扱いをしたことになるということを忘れるようになる。この国民と比較しても常に英国民が劣らぬように、残念ながら実際にはそうではない。英国民がますますキリスト教化されんことを神に祈る。しばらくの間、馬を引いていくと、鹿革を積んだダバの列を連れてくる二人の日本人に会った。彼らは蔵を元通りに上げてくれたばかりでなく、私がまた馬に乗るとき、あぶみを押さえてくれ、そして、私が立ち去るとき、丁寧にお辞儀をした。このように、礼儀正しく心の優しい人々に対し、誰でも、きっと好感を持つに違いない。伊藤は、私の夕食用に、一羽の鶏を買ってきた。ところが、1時間後にそれを締め殺そうとしたとき、元の所有者が、大変悲しげな顔をしてお金を返しに来た。彼女はその鶏を育ててきたので殺されるのを見るに忍びないというのである。こんな遠い片田舎の未開の土地でこういうことがあろうとは。私は直感的にここは人情の美しいところであると感じた。
イザベラ・バードは、明治維新、間もない、1878年、明治11、6月に来日し、日光、新潟、山形、秋田を経て北海道に渡り、気候分の日本を口気候を表した。日本人に対しては、容姿の貧弱さ、礼儀正しさ、山水の貧困、治安の良さに関する記述が目立つ。イギリスのキリスト教文化からの偏見を見られるが、全体としては、日本人の礼儀正しさと親切心には驚いているようだ。この動画は、この後に書かれた、ほぼ同時期の朝鮮半島を歩いた朝鮮気候と比較し、両国の近代化の歴史を考える上での参考資料とするために、全体から抜粋した、ダイジェスト版としている。いずれ、そのうち、バードが見ただろう、明治初期の生活の写真と、東北地方の美しい風景とともに、バードの旅の詳細